はい、3256番東京支部の三角哲夫です。最近調子は今一つなんですが、なんとか徳山で切り替えてしっかり大輝に向けて調子を上げていきたいと思っています。好きなコース特にないですけど、どっからでも攻める気持ちを持ってレースに臨みたいと思います。3級で8香川支部所属茂成和人です。最近の調子はよく、今年は良くないと思ってます。得意コースはそうですね、まあ、インコースが一番無難だなと思ってます。持ち味、無難なレース運びをしたいと思ってます。いつも本節も、はい、無難に優勝目指して頑張ります。はい、4064番、山口支部、原田敦史です。最近はここにない絶不調なんですが、頑張ります。得意コース、徳山は大好きなんで、どこからでも頑張ります。僕の持ち味はしっかりエンジン仕上げて、豪快なレースをすることです。今節はしっかり走りますので、応援よろしくお願いします。登録番号4075番、東京支部の中野次郎と言います。調子はまあいつも通りです。好きなコース、まあ、どこも好きです。持ち味はですね、まあ疎通がないところですか。今節、はい、かなり気合入ってますんで、応援のほどよろしくお願いします。4101佐賀支部、民生高原です。最近の調子はいいです。得意なコースは、まあ、インコースですね。自分のレースの持ち味、まあ、攻めることだと思います。この節は優勝したいと思います。応援よろしくお願いします。4166岡山支部、吉田鶴郎です。最近のレースは調子いいと思います。好きなコースは1コースで、持ち味は、一周一幕で決着をつけるタイプだと思ってます。優勝目指して精一杯走ります。4344三重支部、新田雄志です。最近レースの調子はいい方だと思いますけど、優勝とかまではいけてないんで、今節頑張って優勝したいと思います。好きなコースは1、3、5コースが好きです。レースは3周握って回ろうと思って走ってます。今節は優勝したいと思います。登録4364番福岡支部の池永太です。最近調子は良かったり悪かったりするんですけど、まあ、頑張りたいと思います。得意なコースは、1コースと3コース4コースが好きです。自分のレースは、自分からスタート行って仕掛けれれば自分の特徴が出ていると思います。今節一緒に集中したしますので、ぜひ買ってください。